皆さん、こんにちは。バリ島エコ生活なるべく自給自足とか言いながら、大人の事情でできなくなり、バリ島ホテル生活、すべて外食に切り替えました。心斎橋二郎です。今回は、Google Earthで行くバリ島20泊をお送りいたします。関西空港ですね。こんな感じね。関西空港からじゃあスタートということで、ビョーン。行きましょう。早い、はい、到着。うん、ぐらないな。国際空港に到着。今回はね、20泊やりますよ。20泊。で、1軒目のホテル。じゃあ行きましょう。1軒目のホテルは近くです。ドン。しょっちゅう行ってるところですね、ここ。行きつけでございます。行きつけ。また来たんかみたいな感じで。どんなとこですか。こんな感じでね、まあまあ安い、1泊5000円ぐらいです。こんな感じでプールもあるよと。こんな感じですね。1泊5000円ぐらいのホテルでございます。で、これは何がいいのかって言ったら、もうね、ここ海ですからね。目の前が海。ピョン、海見に行きましょう。ドーン。ほーら。はい、海。これホテルですからね、ここホテル。ここからドーン、ドーン。ほら。いきなりも海入ってきました。見てください。ジュース売ってます。こんな感じでね。こんな感じですよ。いきなり海でございます。ね、楽しそうですね。ドーン。で、これホテルで、まあ、この辺、ホテル前行きましょうか。どうも。シュー。おー、すごい。はい。ここが、朝ごはん食べるとこですね。で、まあ、こんな感じ。まあ、朝ごはんもね、これ5泊するんですけども、もう、2泊か3泊でも飽きてきますんでね。だから、ここにね、いろいろ食べるとこがあるんですよ。寿司亭とかね、まあ、よく行くのはペッパーランチ。この辺かな、行きつけのところは。ここか、ここや。もう行きつけですわ。もうここ、はい、行きつけ、マクドナルドね。もう朝ごはんに飽きたらマクドナルドに行きましょう。はいはい、はいはい、この辺か。ここね、行きつけ吉野家ね。まあまあ、このぐらいにしておいて次行きましょう。ここからで一気にビューン、ウブド行きます。ウブドドーン、ウブドダーンね。ここですよ、ウブド。ウブド、どこ泊まるのかって、ここ泊まるんですけどね。もうパンがうまい。もうパンがうまいし、もうほら、何、ハンバーグ。もうハンバーグ、これね、これもうまい。もう、ああ、ナシゴレン、まあまあナシゴレンね。あんまりインドネシア料理食べないんですけど、まあこれもおいしいと。ケーキもありますよと。これどんなとこか見に行きましょうか。この柿屋の前にドーン。あら、便利。もう行った気になりますよ、これ。はいはいはい、これウブドの町です。ここ柿屋、ここですね。ここに行くと車止めさせてもらって朝ごはん食べて、まあこんな感じですわ。で、このここがね、だいたい一泊、ここ3泊します。3500円ぐらい、一泊。一泊3500円ぐらいですね。で、カキアン行って、次は、ドーン、ヌサドアまで行きます。ビューン、ヌサドア。これね、ここがね、一泊1万2000円ぐらい。一応なんか、いっぱい星のあるホテル
6つ星、6個も星あるんですよ。こんな感じ。ただね、このホテルちょっと私勘違いしてまして、間違えて撮りました。本当はここ撮るんじゃなかったんですが、なぜならば、ここ降りましょうか。ピューン、海見に行きましょう。ピューン、ドーン。はい、プライベートビーチ。プライベートビーチなんですが、違うぞ。なんか波がないぞ。感じですよ。ね、ストリートビューがすごい。なんとこれ、海の上にストリートビューがある。ボート。Google さんボート乗りましたよこれ。ほら、ボートの上からストリートビュー。見てくださいこれ、ボート。これ Google ボート乗ってる Google は。ただね、間違えたっていうのは、波がないと。なぜか波がない。なぜか波がないんです、ここ。昔、日光ホテルの前で、サーフィンやったのになぁと思って、おかしいなぁ、波ないやんって調べたら、違うんですわ、これ。移転してるんですよ、日光ホテルが。だから昔の日光ホテルっていうのはこの辺に変わって、名前が変わってましたよと。今は日光ホテルじゃない、ホテルに名前が変わってますよと。多分これですよ。前この辺でね、ホテル、日光ホテルの名前でラクダがおって、サーフィンやったんですけどね、という記憶があったんで、ああ、とりあえずホテル、日光ホテル取っとけば、サーフィンできるわーって思ってて、取ったら波がないんですよ。どこかな。この辺に前ラクダがおったんですけどね。まあだから、まあ、間違えて取ってしまいましたよ、ホテル。ホテル間違えて取って、うわー、これ、間違えたなぁ。1泊1万2千円。で、キャンセルしに行ったらもう、キャンセルできません。言われたんで。本当は、この辺泊まりたかったんですが、間違えてここになりました。まあ、いいか。で、次のホテル。次が、ピューン、チャング。ピューン、はい、ここも行きつけ、レゴン。ケラトンビーチ、もう行きつけこんなとこですよ。ほらほらほら、ここがね、だいたい一泊1万円ぐらいですか。こんな感じですね。こんな感じ。今回は5泊。5泊やります。こんな感じですね。ちょっと見に行きましょうか。海どんなんか。はいはい、レゴン、クラトンビーチよい。シュー、すごい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 。はい。あ、ホテルの中入っちゃいましたね。これホテル、ここいつも朝ごはん食べるとこですね。コスコーに朝ごはん食べて、もうこれ海。ほら、これ。これはいいわ。ここ海ですからね。こんな感じですね。で、隣が竹の家。フィンです。これ。海に行きましょうか。ここが今も賑やかで、ただちょっと高いんでね、私は行きませんけど、これフィンですよ。フィン入ってきました。ドーン、フィンの前、これです。フィン、みんなこれお酒飲んでプールでなんか酔っ払ってますよ、昼間から。これフィン入れるんですよ、タダで。Google Earth で。Google Earth でフィンのプールに入る。ピュー、フィンのプールだ。はい、フィンのプールに入りました。タダでフィンのプールに入ってきました。こんな感じですよ。
プールに入って酒飲みながらの、みんなサーフィン見てると、こんな感じですね。フィンでございます。もっと入ろうか。もっと入れるんですよ、フィン。ドカーンとフィンの中に入れ、ここや。シュー、入った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 、はい、入りました。これ夜になりました。フィンちょっとぼやけてるな。こんな感じ。フィン、もう酔っ払いばっかりですわ。酔っ払いがだがぶわー騒いでますよ、フィンで。私は酒飲まないんでね、別にフィンはいいですわ。デゴン、クラトン、まあこれ大体5泊ぐらいして、次いきます。ジュン、次がまたすごい。これ標高多分ね800メーターぐらいの高さです。これこんなとこ山の中、800メーターぐらいですよ。雲の上の村、雲の上の村ですよこれ。どんな部屋か、部屋出てこないか。雲、これか。雲の上の村、これこんな感じ。ほらどうですかこれ、山小屋みたいな。これ雲の上の村、この景色。皆さん大体ヨガしに来るんですよ、ここに。ほらやってはりますよ。もう私はなんちゃってヨガですけどね、瞑想しに来るんです。チーンってシンキングボール鳴らして瞑想。こんなところですよ。ここに大体まあ2泊ぐらいしてね、ここ2泊ぐらいして、ほんでまあちょっとこの辺行きます。ジャテルイですか。ああちょっと戻って、ここ行って、ほんでまあこの辺がジャテルイなんでね、ちょっとジャテルイとかもうろちょろして、それからもう帰るんですね。帰るんですが、次にまた次行くところがピューングランドインナークター、ここです。ここでまあまあ2泊ぐらいしますよと。こんな感じね。これまあまあ、海沿いです。もう空港近いんでね、もう帰りなんで、もうさっともうここ泊まってさっさっと帰ろうかいう感じですね。まあまあ普通です。これがね8000円ぐらい一泊。さっきの雲の上の村が一泊1万円ぐらいですか。こんな感じですね。まあここはもう空港が近いんで、もう帰るとき便利ということですね。ああちょっと待ってよ。レモン行った。雲の上のホテル行ってこうでしょ。ここもここですからね。でこの辺もまあまあ海近いんで。見に行きましょうか。シュードーン。はい、こんな感じ。皆さん海見てますよ。ね、こんな感じですよ。ね、みんな海見てるよこれ。偉い人。日曜日違いますか。偉い人ですよこれ。偉い人。んで、ここ泊まるとね、これもうこの辺からね。ボート乗ってね、サーフィン行けるんですよ。ビューっと、クタリーフとかね、エアポートライトとかレフトとかね、ちょっとボート乗して、腕ボート乗って、もうこの辺サーフィンできる。この辺波あるから。この辺ね、この辺行けますよと。こんな感じでございます。で、空港で帰ると、まあ、大体こんな感じでございます。 Google Earth で行くバリ島の旅でした。以上。